チューリップ式祭館は、富山県富波市中村にある、富波市立の文化施設。一年中チューリップの花が咲く、世界で唯一の施設として、年間を通して、チューリップを展示している。富波チューリップ公園に隣接し、富山県の県下、富波市の市花であるチューリップの情報発信の拠点。園芸講座やボランティア、緑化活動も行い、市民の憩いの場となっている。 南チューリップフェアの期間中は会場の一部となる。都並市では日本における本格的なチューリップ球根栽培に早くから取り組み代表的な特産品になっている。チューリップ色祭館はチューリップの情報発信の拠点として1996年に建設された。開館から20年を迎えた2016年3月に展示内容を刷新しリニューアルオープンした。 チューリップは春を告げる代表的な花であり、家庭や学校の花壇などで育てる花として人気です。でも実はチューリップ色彩館の技術で一年中いつでも花を咲かせることができます。チューリップ色彩館は土の中に埋まる球根が持つ秘密やチューリップを愛する人の歴史、文化を体感しながら巡るちょっと不思議な施設です。チューリップ色彩館公式 HP より 公園のような開放空間でチューリップの驚きを発見するワンダーガーデンゾーンとちょっと不思議な地下世界空間を演出し周年開花の秘密や球根の仕組みについて詳しく解説するアンダーファームゾーンがある。ワンダーガーデン季節に合わせて促成栽培、抑制栽培を行い、約500本のチューリップの切り花を1年中展示している。 アンダーファーム屋外展示場屋外ならではの季節によって変化する展示を見学できる。館内からのみ、ベイリカのチューリップをモチーフにしたお土産などを中心に販売している。オリジナルのソフトクリームのほか、ランチメニューも販売している。ありがとうございます。